麦畑、中山幸子。辺り一面の麦畑だったな。ところどころに背の低い柳の木があった。その細い一本道を馬と一緒に行軍している時だったな。耳元でバリバリと音がしたかと思ったら、馬とお前が血を流して倒れていたんだよ。麦畑なんて隠れるところもないもんだから、何十頭の馬はみんな撃たれて死んで、兵隊も随分死んで、威張ってた連隊長も死んだけど、お前も死んだ。それから知らない間に戦争が終わって、知らない国に置き去りにされて、それでもなんとか船に乗って帰ってきたら、村の麦畑は石ころだらけで土もボロボロになっていた。これはきっと知らない国の麦畑で鉄砲を撃ち合って、死んだ馬とお前を置き去りにした報いだと思ったんだ。それから石をどけ、麦を作り、麦わらをすき込んで土を肥やして、3年経ったら麦の穂は重く実り、麦わらはお日様につやつやと輝くいい色になった。その麦わらを水につけると柔らかくなる。柔らかくなったら帽子が編める。かぶるとダブダブの麦わら帽子。大きくて風が吹くとすぐに飛ばされて、狭いところでは邪魔になって、帽子の中で一番戦争に向いていない麦わら帽子。どこにも行かず、ずっと麦わら帽子をかぶって働いていればよかったな。戦争になんか行かなきゃよかったな。麦わら帽子を編んでいると、お前が死んだ麦畑を思い出す。踏み荒らされた麦畑、機関銃の弾や人や馬の死体でいっぱいだったあの麦畑は今も麦畑なんだろうか。誰かが世話をしていい麦が取れて、残った麦わらで麦わら帽子を編んでいるだろうか。そうだといいな。